今日は関東リーグの、対日立ビル戦ということで、まあ絶対勝てるように頑張っていきたいと思います。ということで今日も最高に楽しい一日にします。いきます。へばってたやつだ。はい、ということで、今日の試合は1対1の引き分けでした。まあ本当は勝ちたかったんですけど、まあ3連敗してる中で引き分けっていうのは、まあチームとしては上向きなのかなと思って、来週こそは勝ち点3を取れるようにまた1週間しっかりやっていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。